子供の頃から僕は木の枝をナイフでこう削ったりなんかする、そういうことがとても好きだったので、単純に言うと自分の遊びの延長で出てきたっていうふうな言い方ができるかもしれません。彫刻を作っている人間です。50年ぐらい前から作品を作ってそれを発表するようになりました。大学は多摩美術大学というところに行きました。その石をのみとハンマーでね掘って、それで何かの形を作り出すというようなことを教えられる。なぜ自分が今人の形を作らなければいけないのかっていうふうに疑問を持つようになってきて、自分が今生きているこの瞬間に自分が表現したいことはもっと他にあるんじゃないかっていうことを考えるようになったんですね。ここにある14枚の板の作品は、私が1971年の1月に生まれて初めて開いた個展のために作った作品です。この時初めて電気丸ノコ、電気で動くノコギリを手に入れたんですね。で、刃の角度をこう変えることができるっていうことが分かって、それを使うとさまざまな木の切り方ができる。木としてあるそのもともとあった木の表面と、それに対して私が切り刻むという行為を加えて出来上がった表面と、違った表面のように見えるかもしれないけれども、非常にこう広い視野で見れば同じ表面だっていうふうに私は思うんですよ。何もしないことではなくて、あらゆることをやった上でなおかつ物質の存在を変えることなく見せることができるっていう、それをやってみたかったんですね。人間がずっとこう生き続けていくと、さまざまなその行いをしたり、さまざまな経験をしたりして、それをよくよく考えてみると、例えばたくさん積み上げられた、何百枚も何千枚も積み上げられた紙に何かこう記していく、で一枚書いては写していく、また書いていく、もう延々とそれを繰り返していくということに似ているなと思ったんですね。木を切り刻むということは、そのことに意味があるのではなくて、繰り返し繰り返し同じことをやっていきながら、でもそれがこう人間の生きているということの証というか、まあ、モデルのようなものではないかっていうふうに思ったんです。何十年か後に例えばテートモダンに飾られるなんていう、そんなことは全く想像もしなかった。自分の表現、自分の彫刻的な表現、そのなんていうか目に見えないけど、なんかその方法を捕まえたっていう、そういう意識はありましたけどね。